はい、ということでね、久々にやってまいりました。私の実写動画でございます。ありがとうございます。どうもこんにちは、僕です。いやー、今日あったかい。こんな軽装で余裕なんで今日、はい、こんなんです。はい、カーディガン1枚で余裕な感じなんですよ。今ですね、もうこれこちらにもね、あのもう吸い殻入れるものがありますんで、ちゃんと、はい、でですね、今日はですね、皆さんに僕が最近ハマっているものをですね、なんかとりあえず僕のこの今日の T シャツ、なんかおじさんが着てる肌着みたいな色で、本当申し訳ないんですけどなんでこの色をチョイスしたのかなっていうのもちょっとありますけど、はい、これ知ってます？ここ僕が前回のバーベキュー動画を撮ったところなんですけど、これ分かりますかね、ちょっとお見せしたいんですけど、ほらこう段になってる、段になってるというか、こうストンストンって落ちてるでしょ。分かります なんていうんですかね、こうなんかザクって切ったみたいに、こう断面みたいな切り口みたいになってるでしょ。あれ多分この前大きい台風があって、水が増水して多分水に削られちゃったんですよね。すごいよね、全部そんな感じになってるんですよ、うん、こうジョキンジョキンで。でそれでですね、今日まあ相変わらずこちらもあるんですけど、今日はですね、僕が最近ハマっているものをですね、ちょっとご紹介したいなっていう、これなんですよ。この何でしたっけ、清里飲むヨーグルト、これめちゃめちゃうまいんですよ。これバチバチうまいんで、これとで、ちなみにこれ僕、これもお気に入りなんですけど、安田ヨーグルトね、はい、安田ヨーグルトで、これはもう僕正直どこにも売ってなくて、近くに、なのでこれはもうお取り寄せなんですけど、はい、お取り寄せしまして、はい、安田ヨーグルトは結構どこでも売ってるんですけど、あと、北海道飲むヨーグルト、これ僕飲んだ記憶があるんですけど、どうだったかなと思って、味が。で、あと、信州八ヶ岳ジャージー飲むヨーグルトということでね、これも多分飲んだことあるっすね。はい、どれから行こうかな、やっぱり一番好きなこれから行きますわ。じゃあこれ一番うまいんでね、はい、これもうさっきのアシュトレイの中にゴミは捨てていきますか。ああ、振るの忘れた。これここもったいないか、なめちゃう、本当お下品ですよね。これすいません、ちょっと振るの忘れてたんで、まあこんなもんでいいでしょう。はい、いただきます。あー、うまっ。俺食レポできるのかな。これはね、もう安定の美味しさ、なんていうんですかね、これも原材料名もそうなんですけど、原材料名生乳グラニュー糖以上なんですよ。はい、で無脂乳固形分が 8.0 で乳脂肪分が 2.8 なんですよ。だから他のやつに比べると乳脂肪分がちょっと低いかなっていう感じではあるんですけど、はい、これマジちょっと、でもね、これもうちょっとドロッとしてくれてると俺的にはなんかザ・ベストなんだけど、うん、あー、うまい。これが一番なんか自然なヨーグルトって感じの味なんで、で今日ちょっと売ってなかったんであれなんですけど、最近見つけた、アトリエド・フロマージュのなんか飲むヨーグルトの、かっこ加糖と無糖があるんですよ。そう、僕甘くないヨーグルトあんま好きじゃないんで、あの加糖のヨーグルトの方、それもめちゃめちゃうまいです。今日売ってなかったんですけど、そのアトリエド・フロマージュっていう
何飲むヨーグルト、マジでこれ本当に美味しいん でこれがね、900ミリ入ってて600円ぐらいだったかな、600いくらとかそのぐらいだったと思います、うん、でアトリエドフロマージュは500で、450円とかそのぐらいだったかな、ちょっとお高いんですけどアトリエドフロマージュの方が。でもアトリエドフロマージュと今の清里飲むヨーグルトが僕の中の最近もう飲むヨーグルトばっか飲んでるんですけど、1位ですね、うん、清里飲むヨーグルトとアトリエドフロマージュが僕の中で1位、加糖の方ですよ、かっこ加糖、加糖っていうのはあの砂糖を加えると書いて加糖ですけど、はい、アトリエドフロマージュの加糖のやつが俺はか清里飲むヨーグルトが一番美味しいです僕の中で。でアトリエドフロマージュに関して言うと、なんか飲むと味がね本当にそれも、原材料麺が生乳と、砂糖のみこれだけなんですよ。でなんか飲み口がねあのなんか洋菓子食べてるみたいな飲み口なんですよ。味がなんかすごい奥行きがある味というかヨーグルトって感じじゃないんですよね。まあ飲んでみないと多分分かんないと思うんですけど、アトリエドフロマージュの、飲むヨーグルトですね、ぜひあの探して飲んでみてください。アトリエドフロマージュ、清里飲むヨーグルトも飲んでください。の飲むヨーグルトっていう意味では清里飲むヨーグルトの方がいいです。アトリエドフロマージュはなんか本当それこそなんかあの美味しいチーズケーキをあのレアチーズケーキ食べてるみたいな、まさにそんな感じです。あのレアチーズケーキって感じです、うん、ちょっとチーズっぽい、でそのなんて言うんだろう、チーズの臭みみたいなんじゃなくてなんかあのチーズケーキみたいな風味、風合い、風味というか、うん、なんで、はい、ぜひあのアトリエドフロマージュと清里飲むヨーグルト、これ僕の中の飲むヨーグルトランキング1位なんで飲んでみてください。僕は今どこを見ているのかっていうことですよね、この目線ね。でこの髪型どうしたんだっていうことですよね、うん、はい、では続いてまいりましょう、たまたま手に取ったのはこれだったんで、やっぱりごめんなさい、僕のランキングの中でまあ同率1位で清里飲むヨーグルトとアトリエドフロマージュなんですよ。 それに続いて第2位こちら安田飲むヨーグルト、安田ヨーグルトですね。これはですねまあ、原材料名がですね、生乳、ブドウ糖、加糖、液糖、乳製品っていうこの3つっていうことで、はい、これがですね、無脂乳固形分 8.0、乳脂肪分 2.8 ということで、ね、完全に清里飲むヨーグルトと一緒なんですよ。でも確かこっちの方がちょっとドロッとしてるんですよね、うん、ということで、じゃあいただいていこうかなと思いますけども、はい、でも安田飲むヨーグルトはねバッチリからやめなさい本当に、なんですかね、安田飲むヨーグルトは割とどこでも見るんで、はい、結構都内のスーパーとかでもよく見かけます。なのでこれは割と入手難易度としては、割と簡単に入手できる安田飲むヨーグルトでございますけども、はい、ということでいただいていきます。うん、僕このこいつのドロッと感すごい好きなんですよ。安田飲むヨーグルトはすごいあのドロッとしてるんですよ。清里飲むヨーグルトはすごいサラッとしてるんですけど、口当たりがね、こっちの方がドロッとしてるんです。ドロッとしてるんでこっちの方が俺はドロッと感としては好きなんですよ。ただ甘みがやっぱりなんだろう、ブドウ糖、加糖、液糖で単体でこれ飲む、普通にこれだけ買ってきてこれ単体で飲むと全然そんなことないじゃんって思うんだけど、このこいつの甘みが
すごい自然な甘みなんですよ、本当に。めちゃめちゃ自然な甘みなんです。だから清里飲むヨーグルトと飲み比べるとちょっと甘さに違和感があるというか、あの砂糖的な、グラニュー糖とかさ、砂糖的な甘さとはちょっと違う甘さがあるなっていうのがあるんですよ。これ単体でこれだけ買ってきてこれだけ飲んだら、いやめっちゃうまいやんってなるんですよ。でも飲み比べちゃうとっていうことですよ。飲み比べちゃうとこっちの方がちょっと甘みが強いなっていう、甘みバンってくるなっていう。でもこれ単体で買ってきて、これ単体でこう普通に飲んだらうまいんですよ、はい、っていうところで。まあそうっすね、これもどっちかっていうと、あのバニラヨーグルトみたいな感じの風味というか味なんですよ。ちょっとバニラヨーグルト的な感じの、うん、うまいっていうねことなんですよね。で次はこちら、ジャージー飲むヨーグルト参ります。これも僕飲みましたけど、これのドロッと感、これすごいドロッとしてるんですよ。このドロッと感めちゃめちゃうまいんですよね。ほら一番ここの蓋のところに、うん、ほぼわかんないし、ドロッとしてる感じわかります？ここにこの縁にドロッと、このついちゃう感じのドロッと感、やめなさい、下品だからやめなさい。ということでじゃあいただきます。紹介するの忘れてました。こちらの原材料名、生乳、砂糖、脱脂粉乳、オリゴ糖というねことで、無脂乳固形分 8.3、乳脂肪分 3.8%、 両方パーセントですけど、これ乳脂肪分、無脂乳固形分は 0.3%、 こいつよりも高いですし、乳脂肪分はこれよりも 1% 高いです。はい。うん。それこそこいつが一番多分飲んでる中ではドロッとしてるんですけど、あの買ってきたヨーグルトあるじゃないですか、こういう一つ一つのヨーグルト、あれをババババババってこう20回ぐらい振ってこう飲んでるみたいな感じぐらいのドロッとさあるんですよ。だからドロッと感は俺多い方が好きなんですよね。うん。うん。でね、一番牛乳に近い味は牛乳に一番近いです、この中でね。単純にこれだけ飲んでみたらヨーグルトなんですけど、この中でで言ったら一番味があれに近いです。牛乳っぽい、うん、牛乳っぽい味、多分だからおそらく脱脂粉乳のせいじゃないかな。脱脂粉乳のせいでおそらく牛乳っぽい風味というかが出てるんじゃないかなと思う。うん、ドロッとしとる、ドロッとしよる。これのドロッと感は一番好きなんだけどね。うん、うん、一番あのよくある市販のヨーグルトに近い、あの普通にヨーグルト売ってるじゃないですか。ヨーグルトをガバガバガバーって振って
飲んでる感じ。だからヨーグルトっぽい。一番ヨーグルト。ヨーグルトヨーグルトしてるから。なんか市販のヨーグルト臭い。臭いっていうか、ヨーグルトっぽい。美味しいっすよ。美味しいんですけど、うん。なんか、そうっすね。なんかこう、よくあるヨーグルトって感じの味。で、甘さは安田ヨーグルトよりと同じくらいかな。うん、安田ヨーグルトと同じくらい。でこれ次、北海道飲むヨーグルト、こちら、無脂乳固形分 8.3%、 乳脂肪分 3.1%、原材料名生乳ブドウ糖果糖液糖オリゴ糖乳製品。この乳製品っていうのはどういうことなのかよくわかんないですけど、はい、ちょっといただいていこうかなと思いますけど、あれこんなサラサラしてたっけ。これやめなさい、下品だから。じゃあいただきます。うん、うん、あのね、これはこれ最後の1個ですけど、これさっき今日ない、持ってきてないです、買ってきてないですけど、あのアトリエドフロマージュっていうね、飲むヨーグルトあったじゃ、言ったじゃないですか、さっき。それがレアチーズケーキみたいな味がするかもしれないっていう、ああいう雰囲気の味って言ったと思うんですけど、ちなみにまずこれ舌触りは、あのドロドロ感は清里飲むヨーグルトと安田飲むヨーグルトのちょうど間ぐらいです。ちょうど間ぐらいで、だから割とサラッとしてる。でもで味はベイクドチーズケーキの味にの雰囲気なんですよ。ベイクドチーズケーキみたいな、うん、こんな味だっけか。うん、そうですね、ベイクドチーズケーキをイメージしながら飲むと、あ、まあでも飲み比べてないとわからないのかもしれない、正直。だからこれ、ここからスタートしてないと多分わかんない。うん、でこれが程よい甘さなんですよ。程よい甘さなのが何でわかるかっていうと、飲み比べていった時に一番最初にこいつ飲んだじゃないですか。これ一番甘みが少ないんですよ。これが一番甘みが少なくて一番自然な甘みなんですよ。で飲み比べていった時にこいつの今4種類飲んだじゃないですか。こいつが酸味が強く感じるんですよ、他の飲んだ後。これ飲むと要はショートケーキのケーキを食っていって最後にイチゴ食うとめちゃめちゃイチゴ酸っぱく感じるじゃないですか。一番最初にイチゴから食えばイチゴ甘いってなるんだけど、もっと甘いものを食ってるせいでイチゴの甘さが酸っぱさ酸味しか感じなくなっちゃうみたいなのあるじゃないですか。それが起きるんですよ。これ一番自然な甘みだし一番俺は好きな甘みなんですよ。でも残りの3つを飲んだ後、さっきの3つを飲んだ後これを飲むと酸味を感じてしまうんで、だからやっぱりその分他の3つは甘いんですよ。うん、これだけ単体でまず飲むと、あーいい甘みだな、甘いな、普通にいい甘み、ちょうどいい甘みだなって思うんですけど、残りの3つを飲んだ後これ飲むと甘みがめちゃめちゃ酸味が強く感じるんですよ。うん、
そう、酸味を強く感じちゃう。だから他の3つは多分結構甘いんすよ、うん、他の3つは結構甘いマジで。まあでもこれはなんかそうですね、これちょっと途中でレビュー終わっちゃってましたけど、これなんかベイクドチーズケーキみたいな、うん、そう、さあのアトリエドフロマージュがレアチーズケーキみたいな味がするんであれば、ああそれとすればこれはもうベイクドチーズケーキって感じの、うん、うん、って感じですね。だからまあ今日ので言うと1位清里飲むヨーグルト、2位安田飲むヨーグルト、はい、3位ジャージー飲むヨーグルト、4位北海道飲むヨーグルトという順番で僕はランク付けさランキングさせていただきます。はい、まあこれはね、まあ、あくまで個人の感想なんで、はい、実際に飲み比べてみて、どんな感じなのかなっていうのはご自分のね舌で、感じていただけたらなと。で結局ね、言うてまあ皆さんもお分かりでしょうけど、こんなこといちいち言わなくてもね、どう考えてもこれが絶対に一番っていう食べ物は絶対にこの世に一つも存在しないんで、はい、なぜかというとやっぱり味覚って人の好みなんですよ。なので僕の好みのランキングであってあくまで、はい、おのおのやっぱりおならが出ましたけど、おのおの違うんで感じ方は絶対にね、はい、僕と同じような味覚の人がいれば僕のランキングが参考になりますけど、僕と味覚が全然合わない人だったらなんでこの順番なんだこいつ、頭おかしいんかってなると思いますし、うん、なので実際に自分の舌で味わっていただかないとやっぱりわからないと思うんで、はい、まあ飲むヨーグルトぜひ皆さんトライしてみてください。はい、ということでね、なぜこんな山の中で飲むヨーグルトのレビューをしているのか分かりませんけど、はい、今回の動画は僕の最近すごいハマっている飲むヨーグルトのレビュー動画でございました。はい、ということでね、今日は一旦ここで終わらせていただきますけれども、ありがとうございました。はい、今日もよくわからない謎の動画にねお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。